ネちゃん、レイくん、ネネロボちゃん、仲間になってくれてありがとう。これから一緒に素晴らしいショーを作っていくぞ。ああ、よろしくね。よろしく。では早速だが、ショーでやる演目について話し合いを。その前にですが、ルイさんとネネさんに渡すものがあります。おや、それはもしや。はい、スタッフ用の入園許可書です。メンバーに加わると決まったのは昨日だろ。こんなに早く許可が下りるものなんだね。着ぐるみくんは有能なようだね。それに体の使い方に無駄がない。M くんのボディーガードといったところかな。早い対応で助かるよ。ありがたく使わせてもらおうかな。ああ、おや、まだ何かあるみたいだね。ええ、使用するのであればこちらの条件を飲んでいただきたい。あなたが使用していた侵入経、一体どこにあるのか教えていただけませんか。それだけでいいのね。と言いますと。僕は勝手に侵入して無断でパフォーマンスを行っていただろ。キャストとして扱ってもらえるとは言っても、お咎めなしだなんてありえないんじゃないかと思ってね。なるほど、そういうことですか。安心してください。侵入経路さえ教えていただければ問題ありません。あなたは MO 将様のステージに必要な方ですから。必要しかし本当にそれで終わりだとは。 M 君はよほどの扱いなようだね。わかった、侵入経路を教えるよ。僕はあなた方に受け入れてもらう立場でもあるしね。私も行く。ルイ君の秘密の抜け道見てみたい。私も。こいつとここに置いてかれるのはちょっと。なんだと。今のは悪気があって言ったわけじゃないんだよ。ネネは人見知りだからね。これが人見知りという玉か。じゃあ4人全員で行こうか。それなら問題ないだろ。うん、ありがとう。ほら、ここだよ。この抜け道を利用してたんだ。まさかワンダーステージのそばにあったのは。いやはや盲点だった。 M 様の安全のためにも塞いでおかなければ。それでは失礼いたします。行っちゃった。それじゃあ改めて、俺たちは俺たちのやるべきことをしようじゃないか。みんなこれを見ろ。ノート。これに俺たちのショーのプランを記しておいた。プラン？ご利用は計画的にだね。ローンでも組む気？へえ、これはなかなか考えられているね。仕事が早いだろう。さすがは俺。意外とちゃんと考えてるんだ。意外とは余計だ。ショーを成功させるために全力を尽くす、それこそが俺たちのすべきことだ。ああ、そうだね。いいショーにしようじゃないか、司くん。
この間のステージは大成功でしたね。お客様からのまた見たいという要望が多く寄せられています。そうかそうか、みんなに喜んでもらえて何よりだ。ワンダホーイ、みんな笑顔になってくれてとっても嬉しいな。そうだ、もっと笑顔になってほしいし、毎日ショーをやったらどうかな。毎日ね、さすがに無理かな。どうして？ステージ嫌いになっちゃったの？そういうわけじゃないんだけど、学校もあるし、毎日は現実的じゃないなって。まあ、僕はここに来る前は毎日一人でショーをしていたけどね。でも4人全員が毎日揃ってとなるとなかなか難しいだろうね。ショーのクオリティが下がっては元も子もないしな。そっか、残念だけど仕方ないね。しばらくは週末を中心にショーをやっていこうか。お客さんもその方が集まりやすいだろうからね。それにこの人数で何ができるかまだわからないことも多いし、今はいろいろ実験していこうじゃないか。実験？妙な意味じゃないだろうな。妙な意味ってどういう意味だ？つまり人体実験的な。まあ、あんたで人体実験するかどうかはひとまず置いといて。置いとくな！その、今後もステージを続けるのはいいけど、ずっと同じ内容ってわけにはいかないと思うんだけど、そのあたりはどうするつもり？もちろん、その点についても考えてあるよ。しばらくは通常公演としてスカサリオンを続けるんだ。その間に新しい脚本と公演の準備を行うことにしよう。でも新しい公演って言っても通常公演もしながらだと完成するまで結構かかるんじゃ。もちろんその間のことも考えてあるよ。通常公演は脚本の大筋は変えず、アドリブやアレンジを加えていく。新鮮味を失わせず、リピーターになってくれるお客さんを増やしていくんだ。なるほど。昼と夜で少し内容やシーンが違ったりする公演はたまにあるな。理解が早くて助かるよ。よし、しばらくはそれで行くぞ。じゃあ、今後の方向性も決まったし、これから細かいところを決めていこうか。そうだな、まずは通常公演の練習をする日程を決めないか。基本の精度を上げておいた方がアレンジもアドリブも入れやすいだろう。そうだね。みんな、いつなら空いているかい？これで練習の日取りも決まったし、いよいよ次の脚本を考えるぞ。そうだね。何かやりたいものはあるかい？はいはい！次はふわふわなショーがやりたいな。相変わらず言うことが抽象的だな。ふわふわか。それなら夏の夜の夢はどうだい？
シェイクスピアのか？どのあたりがふわふわなんだ？登場人物全員ふわふわしてるだろ？頭が。おい！いや、確かにそうと言えばそうだが。どんなお話なの？ねねちゃん、知ってる？まあ、知ってるけど。あれ、4人じゃ全然人数足りないでしょ？そこはそれ。優秀な脚本家兼スターがいるじゃないか。俺に脚色させる気か？いや、演出の腕も鳴るね。あの夏の夜をどんな風に見せていくか。誰の頭をロバの頭にしようかな。ルイが言うとシャレに思えん。面白そう。やだやだ、私ふわふわの役ね。お前はもうちょっと考えてから話せ。このメンバーでこれからどんなショーをしていけるのかまだわからないけど、次のステージもみんなに喜んでもらえるものになるといいね。